はい、こんにちは。本日はですね、私がジムで行っている、肩のプレス種目ですね。この通り、レッグプレスのマシンを、使用した肩プレスの種目になります。特にお気に入りのマシンが、このハンマーストレング社のレッグプレスになります。はい。ただこれがですね、デフォルトで50キロぐらいあるので、結構重いです。重いので、どちらかというと上級者向けの、プレス種目になりますね。はい。それではね、早速、セッティングの方していきましょう。まずですね、この角度ですね。角度は一番この角度のきつい、傾斜角のきつい角度のシートを合わせます。その方がですね、スタートポジションで、上げやすくなるんですね。続いて、このストッパーですね。ストッパーもね、一番高い位置にね、合わせます。はい。何かあった時にね、これが助けてくれますのでね。はい。その次にですね、このスタートポジションの位置ですね。これをと一番高いところにね、合わせます。はい。もうこのままね、このセーフティーの部分を、外さないでね、このまま行いますね。はい。で、スタートポジションがある程度高くなるので、肩のプレスがやりやすくなります。これを下げてしまうとですね、かなり低いボトムの状態から始まるので、結構肩への負担が大きいんですね。続けてですね、このスタートポジションですね。この背もたれの部分の、一番上の部分に膝をね、乗せるような感じにします。はい。こう正座するような感じですね。で、この、プレートの、端っこですね、上の端の方に手を、置いて、押します。はい。で、下ろすときは、この顔のね、鼻ぐらいのところまでね、下ろすような感じしてます。で、押し込むときは、こう、頭をぐっと入れて、押し切ります。はい。下ろすときは、少し顔を上げて、鼻のところまで、一番上の端が近づくような感じ。で、しっかり頭を下げて、最後まで押し切る。はい。これの繰り返しですね。はい。まあ、肩がね、調子いい人は、もうちょっとね、下ろしてもいいんですけどね。ちょっと自分肩痛めてるので、まあ、これぐらいのレンジでやってます。はい、以上ね、レッグプレスマシンを使用した、肩プレス種目でした。はい。これ結構ね、体幹も鍛えられてね、まあ肩にもね、かなり効きますしね、おすすめの種目です。はい。自分結構ね、このハンマーのマシンがあるときは、結構肩種目のときこれを入れるようにしています。はい。で、手軽にね、プレートなしでできるんでね、手軽にできますね。まあ工事量の日はこれにプレート足したりとかしてね、やったりもしますけどね。はい。以上です。では。